はい、岩瀬です、今日も信長の野望大使デルコ伝やっていきましょうね。前回いろんなところに、戦争を仕掛けてですね、まあ、デルコさんらしい勢力図になっております。ゲームも終盤ですから割と大胆にカットしていってですね、まあ、見どころがありそうなところを、まあ、お届けできたらなと思います。じゃあやっていきましょう。まあ、みんな帰っちゃったからね。ああ、いや違うな。ちょっと久しぶりなんで忘れてたんですけど、こっちでやってましたね。これさあ、アシナさんが怒っちゃった。相馬さんもしかしたら、従属するかもしれないんで、隣接してあげましょうね、彼のために。さあ行きましょう。進むぞ。ほとんどの戦もですね、もうこうなってくるとまず負けないはずなので、よっぽどじゃないとダイジェスト、前回みたいにちょっと、お遊びするぐらいですかね。まあ、米もいっぱいありますからね。開通しましょうか、この辺もね。もう適当にやっても勝てるでしょう。進め。あとですね、字幕を入れて英語の翻訳もしてみてるんですけど、自動翻訳だと相当変な役になって、まあそんな得意じゃないんですけど変な役なのは分かるんですよ。時間があればですね、いや違うな、時間を見つけて、信長の野望をご存じない海外の方にも楽しんでいただけるようにもうちょっとですね精度を上げていきたいと思います。それまでちょっとね待っていただければと思います。直しとこうか。承知した。まあ、大北条さんは、もうもはやちょっとおまけですから、ささっとやっていきましょうね。ささっとね。あ、結構余力あるんですね、北条さん。やりましょう。天下を滑るまで勝ち続けるのみよ。やっぱり突撃はちょっと甘く見ると危ないですね。かたじけない。進め。さあ行きましょうか。先に取り付きますね。お、これはもう勝ったも同然だ。包囲する。あ、朝倉さんか。これは朝倉さん守りますよ。あれですね、ここに来て、ちょっと早かったんですけど、あれですね、ちょっと信長さんとやるのはもうちょっと後にしたかったんですけれども、そうだな、ここ取られたくないな。4万6000だ。どうしよう。まあいいか、ちょっと様子見ましょうか。報告いたす。先月の終始だ。テルコさんはだいぶ変な形してますから、ちょっとこのまま信長さんとやるのは危ないでしょうね。強いですよ信長さんは。後々わかるんですけれども、勢力があまりにも変なので実は終盤とは言えないんですよね。これ後でわかります。
援軍が欲しければ出すんですけどね。ちょっとこっちに、あれ？結構強いじゃないか。ここはやっぱでも取りたいんだよね。ああ、まあ勝てるでしょうか。どうしよう、信長さんね。赤井さんと同盟結ぶ気なんですか、この人は。いいよ、やっと来たよ、貸すよ、どんどん行け。無条件にしたいけど、ちょっと鉄砲もらおうか。勝ってくれよ、勝ってくれよ。囲め。あれ、ちょっと待って、さっき舞台出てなかった。あ、米がないんじゃない、王女さん。ああ。上杉さんとやりすぎましたね。てるこさんは容赦ないんで、もうどんどん行きましょう。進め。お、切れまくるの早いね。これも強行でいいだろう。ここが一番欲しいですかね。おお、落ちるか、これ大変ですね。王国いたす。これより表情を行う。もし朝倉さんが負けたら、あれですね、小田さんとやるのもやむなしっていう感じですかね。もう終盤ですからね。あ、繋がったので充足してくれないかな。あ、しますね、してもらいましょう。アシナさんこの勢いでやりたいんですけれども、この辺ちょっとね狭くて危ないんでやめときましょう、ね、後に続け。なにをたまたま。ああ、鈴木さんやるか、やっぱりこれ拒否して、鈴木さんもらうの俺だよ。相手にとって不足はない。これはもう小田さんとやるしかないですな。米が大変ですけど、あ、米が持たねえ。やりすぎたか。いつも米がないね。誰か引かさない、引かないとダメだな、これは。待て。朝倉さんは攻められてますからね。承知した。すまん、ここ引こう。ちょっと米がない。包囲せよ。うわー、きついね。あ、違う違う違う、あ、違う違う違う、取ったらもう帰りましょう、米がないですから。あー、米がない。あ、勝ったか。帰るか。参る。
戻るぞ。仕方ないね。よし、これは勝ちましょうな。今ぞ攻め込め。前、このままで敵の兵は、敵が強いんですね。今は引こう。あ、負けたんじゃねえか。やりたい。首切られませんように。あ、お味方が討ち死にしました。ああ。すげえ死にまくってる。あ、さすがにこれちょっと腹が立つので。あ、でも米がないのか。そっか、米がないんだな。途中気が緩むのは私の悪い癖ですね。慢心によって、負けてしまいました。我らとて負けられぬのでな。帰りましょう。戻るぞ。この城もらい受け。帰りましょう。戻るぞ。我らの勝ちよ。勝ちの気をあげよ。かたじけない。戻るぞ。さすがにあのやられっぱなしだと悔しいので行きましょうね。出陣するぞ。鈴木さんはちょっとリベンジですね。相当、退職者出してしまったので、承知した。繋がっちゃったね。すいません、繋がっちゃいました。使いの者が来たようだ。あ、いいよ。いやー、朝倉さん滅んでしまいますな、これは。あ、でも進軍しないな。じゃあモーリーの味方しておきましょう。ここはもうやるだけですな。ここね、よく負けるんでね、気をつけていきたいと思います。我が力お見せしよう。始めるね。結構スパッと首切ってくるからね、向こうは。なんとも非生産的ですよ。覚悟しろ。いざ進まん。撃ってくるから。そうされとる。好機は今ぞ。心してかかれ。外すなよ。逃げるのが多分苦手なんですよ。結構早いな。今は引くぞ。今は引くぞ。相当さっき首切られましたからね、リベンジですよ。ちょっとあの結構悔しいですから。これぞ我が部。まあ、自分が悪いんですけどね。電源突撃した自分が悪いんですけど。片付けない。お、すげえ、見る見る、早い。回復するの早くない？待って、強行は無理だな。どうせまた出てくるんでしょこれ。使いの者が来たようだ。ダメです。あ、はは、本願寺さんとやってんのか。ちょっとここは相当常識的なことですけど、まあ、本願寺さん転んでもらいましょうね。ここで待機ですね。あー、ごめんごめん、まあ間違った。あー、無駄なことしちゃったな。手を打とう。ちょっともうちょっと丁寧に、丁寧にやりましょうね。丁寧にやりましょうね。さて、
こっち手出しづらくなっちゃってるな。あの戦争ばっかしてましたからね、ちょっと今回はゆっくりやりましょうか。戦争ばかりをしていたので、物資に余裕がないというのもあるんですけれども、勢力があまりにも散らばりすぎて、そうですね、生産拠点が設けられませんので、地方を統一した後なんですが、結構厳しいというか今の方が厳しいかもしれないです。信田さんといい勝負かもしれないですね。あの強そうに見えますけど、ね、赤井さん強そうに見えますけど、こんなわけわかんないことしてますからね。朝倉さんがやられると結構向こうに武将取られちゃうんでまずいんですな。この辺もカットですかね。負けるとは油断したか。やりたい前へ。勝ちを重ねて天下を目指す。敵将を仕留めたり。おーい、殺さなくていいよ。ほほう、ここは毛利さんに味方しますよ。あ、っていうか同盟延長してこうよ。あれテロさんいろんな人から嫌われてますね。容赦せぬぞ。あー、やらなきゃダメ。いやー、これで決まったでしょう。まさかに敗れるとは。危ないねー、強いよ。戦に勝つが、ね、相当出られましたね。この役目よ。皆勝ち時を上げよう。さあ多分次講和の期間が多分開けるとですね、朝倉さん多分滅亡しますね、おそらく。どうしよっか。ちょっと米貯めたいんで、ちょっと三好さんとやりたいんですけれども、9月この戦勝ちはもらったぞ。滅びましたか。戻るぞ。さあ9月まで、本当こんなに何もしないのは初めてだと思うんですけど、何もしないと思います。さんに勝ってほしいですね。おすごい兵力。わ、すごいすごいすごい。どうしよっか。終盤だというのに。変な勢力の伸ばし方したせいで、あんまパワープレイができないですね。どうしよう。どうしようか、これ。あ、三好さんだな。案の定ですね、講和が明けたと思われる
小田さんと朝倉さん、やっぱり攻められてしまいます。なんともまあ仕方がないかなという形で、援軍も出せませんので、見守るしかないという感じでした。今の段階ではまだ小田さんとは勝負したくないっていうのがありました。なんか普通の信長や大太子やってる感じですね。悩んでますよ普通に。すまんな桜さんよ、完全に分断されてしまいましたね。わあどうしようこれどうしたらいいと思います？どうしたらいいと思う？こんなの僕も初めてなんですよね。まあほっときましょうか。ちょっとね9月待ちましょうね。おっと来たちゃんとまともに攻めてもらったのこれ初めてですね。ちなみに三好さんも相当怒ってますよね。詳しくは以前のテルコ伝をご覧いただければと思います。ほう5人しかいないもんな。あ砦もないな。あああ毛利さん来てくれるじゃん、優しいね。ねえたった2200で来てくれますよ。いいねいいねいいよ。え間に合わないってこと？そういうことだよね。向こうの方が早いってか？いけるかこれで。出陣するぞ。ほほー。であればここは取らせていただきましょうね。99,600。ちょっと待って、テルコさん呼ぼうぜ。出陣する。これ割りかし普通だね。援軍はどこないか。あ、信長さんも来るんだな。信長大王大使やり始めてから。実は攻められることはあまりなかったので結構焦ってますね。こっち行ってもらおうか。出陣するぞ。あここ D か、先に落ちてしまうかもしれないな。ガンガンやってくるんでしょどうせ。おお本気ですな。間に合えよ。あ間に合わないなこれ。さあ行きましょうか。よしよしよし間に合った。また動かしてないし、もう何回やれば気が済むんだこれ。敵の居所知れましたな。あこれ全軍突撃だな。かかれ。お引くぞ。今ぞ。いいぞいいぞ。平賀さん頑張って。あかか動かし忘れてちょうどよかったです。怪我の功名というやつですか。あおしよかったよかった。かかれ。危ないね。僕は突撃で逆に良かったです、ね、我らを甘く見たようだな。僕はもう逆カウンターアタックでいいでしょうな。我に続け。アテルコここで待機でいいでしょう。うん、これも楽勝でしょう。
楽勝でしたね。まあ、テルコさんが出れば、まあ、相当戦いは楽になりますが。敵将仕留めたり。また殺しちゃったの？もういいよ。やめてくれ。すまねえな。参るぞ。この城もらい受けるぞ。行くぞ。出陣するぞ。この城もらい受けるぞ。ここ。行くぞ。この城我らのものだ。早いな。行くぞ。出陣する。この城我らのものだ。ま、この城もらい受けるぞ。どうしよっか。赤子の手をひねるような。さあ帰りましょう。戻るぞ。皆の者、勝ち抜きをあげよ。ああ、攻められたんですけど、かわいそうなことに逆に滅んでしまいましたな。帰りましょうね。城へ戻る。ああ、毛利さんが長宗我部さんとやるっていう感じですかね。でも毛利さんそろそろお年なんじゃないでしょうかね。南部さんと同盟が結べたらこの辺ちょっと滅んでもらいましょうか。王女さんにもそろそろ滅んでもらいましょうかね。なんでこんな兵少ないの。謎だ。謎ですけど、まあいいか。あーやっぱ来たー。どうしよう、どうしようどうしよう。杉三条ですよ、どうせ攻められるね。敵が我が領内に向かっております。あ、違うんだ。石山ごぼうなんだ。はあ、どうしようこれ。どうしよっか。6万か。意外、こっち来るかと思ったんですけどね。いいじゃない、全面大清掃じゃん。今まで弱いところとやってましたから。どうしよっかこれ。まあ太田さんからすればそろそろ反撃仕掛けないともう出るところなくなっちゃいますからね。北条さんとか言ってる暇じゃないですな。ちょっと調べときましょうか。198人。あー、まあ自力じゃだいぶ差があるのか。まともに攻められましたね、初めてですよ。さあ、気になるところなんですけれども、ちょっとのこの後どうするかもちょっと考えたいので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またお会いしましょう。